皆さんこんばんは都知事候補の増田博也ですよろしくお願いいたしますえこんばんは東京都議会議員の川松慎一郎ですえ今日は増田さんの応援団の一人としてやってまいりましたさて増田さんからまず簡単な自己紹介そして、はい、この都知事選にかけるズバッとした意気込みよろしくお願いいたしますはいわ、はい、かりましたえ私自己紹介ですけれどもえ東京生まれの東京育ちえ世田谷で生まれて、えー、そして高校は都立の富山高校というところに行きました その後国家公務員当時の建設省に入省したんですが自治体の勤務の経験千葉とか茨城でございますそしてその後岩手県知事を3期12年しましたそして総務大臣地方自治の現場をずっと歩いてきました今回の都知事選挙に立候補したこれ一番背中をしたのは 都内の区長さん、そして市長さん、町村長さん、皆さん方が私のところに来られて、もうその地方自治に詳しい、そしてあの混乱ではなくて、安定した地方自治を展開してほしいと、まあ、こういう強い要請がありました。私も今の都政を見ていて、2代の知事が政治と金の問題で失脚をする、途中で任期を全うできずに退陣をすると。 いうことが続いていやこのままでは統制どうなるかなというふうに思ってたんですがその中でどうしてもあのいろいろなあの候補者の方は立候補しましたけれども、えー、中には都、えー、議会を冒頭解散するとかさらに混乱を増すような方も出てきましたので、えー、これはいよいよ私がこうしたあの都知事として立候補して。 えー、混乱よりもむしろ混乱に終止符を打って安定した統制を展開しなければいけない、まあ、このように思ったわけです、えー、3つの不安の解消ということをまず、えー、公約で申し上げてますけれども都民の皆さん方が不安に思っている子育てやそれから高齢化の問題そして首都直下地震も本当は避けたいんですがあの間違いなく来ると言われておりますのでこうした首都直下地震の対策 まあこうした3つの不安をまず解消させる、そしてその上でオリンピック・パラリンピック、さらにはその後の東京の発展にどのようにそのエネルギーを伝えていくのか、まあ、これが一番私はあの訴えたいことなんですが、とにかく混乱ではなくて、今、まず行政を前に前に進めていくと、こういうことでぜひ都政を展開していきたいと、まあ、こんなふうに思っていますありがとうございます。 東京生まれ、東京育ち、なかなか知られてないんですけれども、はい、さらに加えると、もう東京に骨をうずめる覚悟で、この知事選を <laughs>、ねはい。墓も東京にありますから、まあ、私、あの家に行ったら、東京にまさに骨をうずめると、ね、こういうことになると思いますさて、その中でですね、増田陣営はこう、SNS など見てますと、はい、ハッシュタグ政策で議論しようと、政策勝負したいというふうにお訴えしてますけれども、はい、なかなかですね、その政策議論になってないというところで、うん、今日はちょっとまず、先ほど増田さんからも話ありましたが、この待機児童解消、本当にできるんだろうかと。 コメント見てますと具体性がないじゃないかというコメントが出てるんですがこのあたりの解説、いかがでしょう8500人に増えてきた待機児童ですが今の待機児童8500人というまあ都の数字があるんですけど実際にはもっと多いと思いますね。しかしこの8500人は必ず任期4年の間に解消するとなくすとでこの待機児童については解消のプログラムを週に1か月以内に必ず作ります。それれはなぜ作れるかといえばもうすでに 区、市、町村長とこのための議論をすでに始めています結局、保育所の整備というのは都知事が全部保育体制を整備しようと思ってもこれは区の仕事ですね保育所の整備保育士さんの待遇をどういうふうに改善していけばいいかということも区が一番よく知っているですからプログラムを、まあ、大変急ぎますけれども緊急性が高いんで区長さんあるいは市町村長さんとしっかり議論して 地域別にどういうタイプの保育所を作るのかということを1ヶ月でまとめてそして予算がかなり必要になりますのでこれは9月12月の都議会に必ず増額の予算を譲をすると、まあ、これはあの都議会解散とか言って混乱をさせてるとそういったことは全くできませんが私はもうすでにこのこともあの都議の皆さん方といろいろ議論をしてますので必ず、えー、今、都税収入増えてますから。 それを子育て予算に充ててそしてこのプログラムを実践していきたいとこういうふうに思います。地域ごとのプログラムというのはなかなか今までなかったお話ですよねはい、はい、あの大体、党全体でバクッと作っているのが今までだったと思うんですがあの保育所のタイプも認可保育所とか認知症保育所とかいろいろあるし自宅のそばがいいと思っている方もいるし職場のそばがいいと思っている方もいるタイプがいろいろあるので,ですねこれは実際に動かすためには えー、区市町村長さんのその地域のニーズにしっかりと応えるような作り方をしないと動いていかないと思います確実性がありますからね、はい、地域によってそしてもう1点なんですが、はい、最近、ですね関東でも地震が特に増えてますあ、はい、まあ東日本大震災の記憶もあるし熊本大分の地震もある中でこの安全安心を増田さん、どうやって本当に実現するか首都直下地震が本当は来てほしくないんだけど大変心配される。 確かにこの12週間地震がたびたび起きるんでその思い強くします。で私政府の地方防災会議の首都直下地震対策をまとめるその責任者やってきたんですがあの必要なことはハードで地震でも簡単に壊れないような硬い建物にしていくことそれから東京では木造密集住宅地帯というのがあるんでこの整備を進めていくこともう一つ大事なのはやはりソフトの 各区市町村長で作っている避難計画をもっと充実させることですねだいたいよくできてるんですがただ備蓄の食料水だとかあるいはま携帯トイレだとかそういった細かなところまでしっかりと見ていかなければいけませんしこれもやはり都がもっと予算を入れてあの前に前に。 この対策を進めていくべきなんでこれも都議会としっかり話をしてそれでこの首都直下地震対策に備えたいと場合によっては最悪2万3000人の方が冬の夕方6時で北風8メートル以上っていう秒速そういう時にそこまで被害が拡大するとも言われているんで特に木造密集住宅の整備とそれから今言った あの、それにしても起こった時のソフト対策が極めて重要で、必ず、これは都で、しっかりと区の計画を後押ししていきたいと思います。あの政策についてはですね、本当にいろんな場面で、他の候補者の皆さんと政策議論したいと訴えていますけれども、もっと本当は政策のことを聞きたいんですが、今、こう、周りの皆さん方のですね、コメントを見てますと、いろんな質問が出てます。ちょっと疑問にお答えしていただきたい部分があるんですが、まず、先ほどからずっと多いのは。 その岩手県知事時代の借金が2倍このお金についてどうなってるんだというようなコメントが多く見受けられるんですがちょっと説明できまますかかねりましたよくご質問いただくのでぜひあのお答えしたいと思うんですけど、ね、あの借金が私の就任時とそれから退任時で大体66%増えてるんですで。実は同じような状況がお隣の青森県も 67%増えてたりそれから先の北海道はちょうど79%大体80%増えているんですね。うん、で例えばあの新幹線が盛岡からさらに青森北海道と伸びていくあの社会資本整備が非常に遅れているところほどまた新幹線では地元負担が後からになればなるほど重くなっていくんで。 どうしてもそれを整備しようとするとだいぶ借金でそうしたものを整備しなければいけないこれは本当に矛盾に感じるんですが現実はやっぱりそういうふうになっている、うん、それからあの東京にあのみんな大学進学で岩手から出てきてるんですが地元の大学岩手大学のキャパシティが小さくて皆さん子どもを東京にやりたいんですけど今度は教育費の問題で大変2人も子どもを東京にやったらとても,も潰れちゃうと言われている。 岩手県内に県立大学をしっかり作ってで若い人たちの,あの高等教育をしっかりと地元で支えてほしいそれで県立大学としては4学部同時開学とかあのこういったことをさまざま遅れてる社会資本整備をやりました結果として、えー、そのような形で臨県も全く同じですけれども借金が増えていったしかしそれは私はやっぱり未来への投資、うん、そのことによって 県内の学生が随分県内就職が2500600人は県内で今県立大学卒業生で働いてくれていると思いますし新幹線も今年函館まで通じましたがそのような形で企業誘致だとか観光にもすごく寄与していますし最後に業界プログラムを作ってきちんとプライマリーバランスを回復したんですがこのように東北の先の社会資本整備を遅れているところ どこもやっぱりこんな状況。新幹線がなければ、岩手県の借金増は大体50%ぐらいで、周りの県とちょうど同じぐらいなんですが、うん、ぜひここは、そういう状況に置かれていたんだということをご理解いただきたいなと。まあ、県民がこういう問題どう考えるかということはいろいろあるんですが、あの最後の就任 退任直前の県民の皆さん方の支持率はちょうどある新聞、朝日新聞で全国で調査したとき、ちょうど78%で,トップで全国トップでありましたので、県民の皆さん方もそういう関係では支持していただけてたんではないかとこういういうに思ってます新幹線の整備は大体今、北海道まで,ですね東北新幹線につながりましたけど、ね。はい 後に行くほど県の負担は高くなる、はい、ということが、ね、なかなか知られていないと、はい、あと、まあはい、岩手県の皆さんが県内の学校を出てそして県内で就職をして県で繁栄の拠点を作っていく、はい、ということなんですね、はい、でちょっと時間もだんだん短くなってきたので、はい、もう一点、これはあの私の立場ではなかなか聞きづらいことでもあるんですけど、はい、こう今の見ている方からの声なので聞きますが増田知事東京都知事になったときに都議会への言いなりになるのかどうか<ー>今、結構出ているんですね。はい この点について議会と知事の関係、はい、まず、増田さん、どう思ってます、はい、まず、知事も都民から直接選ばれる、そして議員さんも都民から直接選ばれる、ですから、必ず意見が全部一致するわけではなくて、意見の違いは当然ある、あの項目によって、事柄によって、必ず違いは出てくると思うんですが、それを都民の方向いて、しっかりとまず議論をする、それから、 その背景の中に議論していく中で合意,合意形成を作り上げていくというのが地方自治の原則ではないかとどこでもいろいろな問題が課題があって場合によっては町長々発信都民の皆さん方がもっと議会の方に強く当たれということであればそういうふうになるし逆に議会のおっしゃっていることの方が分があるぞということであればその議会と意見をすり合わせるとかですね 事柄によってそういうことをしっかりと都民の見えるような形で議論していくとこれまでも岩てでもやっておりましたがそれがまさに地方議会あるいは地方自治の原則だと思いますやっぱその地域の声を反映するということではです、ね、こう議会もそれぞれ一人一人代表それは所属する党派関係なく、はい、会派関係なく代表です。はいはい 今、あの都議会ブラックボックスだと言われているどうやってオープンな議論を <laughs>、はい、オープンなあの都,都政を、はい、増田さん作っってていこうと思ってますかね、はいはいまあ、やはりそのいろいろな都政の課題をもっとオープンにさらしていくということ、うん、それから、まあ、議場での真剣な議論そういうものを多くの都民の皆さん方にしっかりとこう見てもらうということがやっぱり大事で、うんあのー、私はこう都議会自身はいろんな会派の人たちがいますのでね あの全部が全部ブラックボックスっていうよりも、そこは今度しないでほしいんですが。あの都議会での真摯な議論というのは、これはもう全部いろんな場面で開かれてるわけですから。そこで大いに議論したらいいと思うんですよね。いや、あの、私もね、都議会の一人として、このブラックボックスと言われていること、大変悲しく思ってて。はい、いろんなこう調査士の議論をしてるし、はい、やっぱり異常発ってやってるわけですね。はい、で、今。コメント出てましたけれども、知事になったら。 都政のの現状報告をニコ生でやるはそうかいう,、はい、こういう場面でね、ええ、あのそういう場合を作ってくれればあの時々ここに来てね今こういうことやってるんですよとかこういう喧嘩してるんですよっていうなことをねあの言うってうこともあるし私は結局あの喧嘩は議会とする場面があったとしても本質的にはやっぱりこう信頼関係をねあの議論積み重ねていくと信頼関係がどこかでは私は醸成されていくしかし意見の違いは あ,のあったとしてもそういう関係の中でいいいいいい都政を展開していきたいなと思いますねいろんな会議、まあ、それぞれの会社でもそうですけれどもやっぱり基本は喧嘩をしたとしても信頼関係がないと例えば増田さんにしても私にしても育ってきた環境が違う考え方も違う東京どうしようかって考え方も違う中で。はいはい でも信頼関係のもとでしっかりと喧嘩をするということですね。はい、そうですねそれがやっぱり地方自治で地方自治の大原則だと私は思いますね、うん、残り時間があと1分切ってきましたけれども、はい、とにかく東京オリンピックもあります、はい、その前の年ラグビーワールドカップもある、はい、そこに向けてもう残り選挙戦わずかですけれども、はい、増田さんの今の思い、はい、語っていいたただきたいなと思いますとにかく他の候補と政策論争をしたいんです。 なななかなか出てきててきくくれなくてこういう問題についてあなたはどうやってじゃあ行政を動かしていくんですか16万8千人の、えー、都,都の職員をどうやってその中でリーダーシップを発揮していくんですかということを言いたいんですよね、うん、石原慎太郎元知事も議会だとかいろんな関係とは非常に気を使って不信をしてたんですが私はやはりあのそうやって都民の代表に対してはしっかりとした敬意を払いつつしかし戦うときは戦っていったりそういうこと。 あの結局は3つの不安の解消をしこれからの都政のグランドデザインを作るしっかりとやっていきたいと思います。よろししくお願いします。<music> <music>